せーの、トーイズ。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はですね、とっても可愛いところにいるんですけども、ここは全国から冷凍スイーツを無人販売している24スイーツさんにお邪魔しています。そんなここで私は最近レン暴露しすぎてちょっとかわいそうになってきたので、暴露しそうな雰囲気でないドッキリ。お、暴露は一切ない。暴露一切ない。お、絶対絶対絶対もうここに使う。どっちなんでもう暴露しそうな雰囲気で褒めてみる、そんな感じでやっていきます。はい。でまだあのレンさん呼び出してないんで、はい、いつもの多分家にいると思う。もしもし。はい。何しているんだい。あ、コンビニ行って持ってる。あ、コンビニ行ってた。うん。じゃあちょっとあの住所送るんで。え。住所送るんで。いやもういいってしつこいな本当に。違う。今日は本当にちょっとあの住所送るんで来てください。じゃ本当にマジでしつこい。もう来るやん。いや大丈夫大丈夫。カップルやんうちら。動画が回ってない可能性もあるわけやん。なんでね、じゃあ一緒に行こうや。ちょっとそれは無理だった。なんでだよもう。だからちょっと送るんで来てね。とんでも暴露じゃないでしょ。いや本当にマジで暴露じゃない。上がっていきますよ。ここに使うから。うん、じゃあね。はい、はいはい、大成功。なんだかんだ来てくれるところが、そうそう、チキチキじゃあそんな感じで待っていきたいと思います。トイズチャンネル。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。冷凍スイーツはいかがですか。あんなものやこんなものいろいろありますよ。もうこんなにたくさんの方が集まってくださいました。誰も見えないの、この大勢いる中で。怖っ。どうも。何。今日はこの可愛いお店で仲良く食レポしていきたい。異色臭いわ。いや、ほんとほんと、今まで一回もないやん。いやいやいや、ないからこそ初めてやりたい。猿でも信じない。普通にトイズチャンネルで食レポって言われても、うん、分かりましたとならん。それはね、自分の純粋な心を持った方がいいと思う。やってサブじゃない。いや、メインです。え、ここは人いないの。今日撮ってんの。うん、撮ってる。ほんとかよ。無人販売だし、撮ってる。人相悪い。いや、見てよ、めちゃめちゃね、店内が可愛いんだよ。逃げんなよ俺から。何？ちょっとさ、この見ての通りいっぱいいろんなスイーツがあるわけよ。すごいね、こんなんあるんだね。そう、この今流行りのさ、瓶からみたらしサンド出てくるやつとか。何流行ってんの？え、これ超 TikTok とかでもバズってる。そうなの？そう。へー。アイスクリームもいっぱいあるから1個から食べ。QR コードじゃないですね。誰が QR コードじゃ。どっちも対応してから。何が QR とバーコード。いいよ、ペイペイですね。ペイペイシコシコ。マジで女やわ。カッペイ。早速ちょっと食べていいですか。はい、本当に食レポするのね。はい。じゃあ私はね、麺を待ってる間に決めてる。うん、なんで一緒に来なかったんだろうな、俺ら。いやほら、準備があるじゃん。同じ家から同じ場所に来るのにどうして呼び出したんだろう、俺を。今日は一日店長なんですか、ようこそ。そうそう、じゃあ相当人気ないな、お前。いや、めっちゃ行列中だから、今。はい、しゃぶ食ってんか、お前。私はチーズケーキを、これ。お、ちょっと良さそうな。すごい、名前が高級チーズケーキだもん。そうなの、ね、この溢れ出る高級感が絶対美味しい。美味しそう。これはなんかね、一つ一つ手作りなんだって。そうなの。うん、だからね、うん、めっちゃ真心こもってる。誰から聞いたん。では、いただきます。普通に食レポなんだ。うん、めちゃくちゃ濃厚なんだけど。今濃厚って言えばいいと思ってた。いや、ガチが本当にガチが。もう詰まってる。何が詰まってんだよ。チーズが。めっちゃ濃厚なのに、うん、塩味が強すぎないチーズを厳選して作ってるらしい、うんうん、無理すんな。無理すんな。ちょっと待って。塩味、塩味。ホームページに書いてある。絶対ホームページ見たやん。これがマジでうまいね。ちょっとだい。それは無理。なんで。何。スイーツで思い出したんだけど、はい、最近デート行くとき行き先決める際にスイバラに行こうとしたけど元カノと一緒に行ったから
あえて違うところを選んでくれたよな。優しいかよ。なんだよなんだよ、どういうモード。ここかな、うん、いい男。でも私も元彼と行ったことある。うっせえよおい。暴露は一切ない。暴露一切ない。お絶対言う必要はねえ。いっぱい買ったぞ、うん、誰も得しなかった。学生の時にやめろよ。学生時代全員言ってたよ。パスタもいっぱい食べたぞ。うるせえな。何このモード、褒めたの俺を。めっちゃ褒めた。めっちゃ褒めてたじゃん。褒めて終わりゃいいやん。共有しないとするの。そこはすんなよ。ほらお互い行ったことあるところとかさ、うん、共有しとかないとさ。じゃあディズニーも行けん。ただ34さんは初めてだよ。褒めてみたみたいな企画でしょ、どうせ。うん、違う。あ、違うんだ。うん、ただ食レポするだけ。はいはい。次でさ、なんか好きなの選んでいいよ。なんで許可取ってんの。取ってる取ってる、ガチで。ほんと信じろよ、トラスに。それ絶対うまいやつやん。クレームブリュレドーナツ。俺も何食って味を言えばいいの。うん、食レポして。どっちがうまいかっていうやつ。いいじゃん、お前ホームページ見てるやん。見てない。絶対それっぽかったよ。自分で出てきた勝手に。やったね君。何やったね。何が何が何が、そういう感じ。これもうやばいよマジで。何どうした。あ、11時10分逮捕。おまみさん。おい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 、漫画でしか見ねえよ。その走り方本当に周り通ったしよ今。よし、いただきます。あ、え、待って、めっちゃうまそう。クリーム入ってる。はい、クリームがっつりここに中見て。いい、もう溢れ出てますね。いいな。ちょっとサクッとしてるのに、なんかふわふわ、カリッ、ふわっ、みたいな。うわっ、カリッ、ふわっ。マジで、うまいわ。でもこれは、うん、京都発祥のブリュレなんだって。なんで知ってんだよ。さっきはやたら詳しくない。24時間店長なんで。うん、天気法要項、今日は。そうなの。うん、さすがに。でも、昨日、超うざいコメントに対してめっちゃ大人な対応してました。すごいぞ、大人になったね、角刈りになって。関係ねえよ、おい。むしろ若くなったよ。でも未だに大谷に似てるってコメントは消してる。言うなよ。暴露は一切ない。暴露一切ない。お絶対。言うて増えんの、また太田さんのコメントだけ消してるよ。いいじゃん、ずっと。ええやん。確かに見ないっすね。うん、別にあのコメント思んないのにさ、みんな面白いと思ってさ、うん、書くやん。あれ書いてるやつ全逆線低いと思うね俺は。え、そんなことないと思うよ。いやマジでつまんない。つまるし、なんかみんながそうやって盛り上げてくれてるの。盛り上げてんの。うん、盛り上げベタ。何何、人のせいするのよくないよね。誰に言ってるの。でそれ食べながらでいいからさ、いろいろ見ていこうよ。あんバターサンドもめちゃめちゃうまそう。もう全国各地から大人気のスイーツ取り寄せて。そういうこと。そう、24時間全部一度買うんだよ。そういう感じ。うん、でも何、よく一緒にキャバクラに行っている友達に聞いたが、キャバクラ行った時本当にキャバ嬢と連絡先交換しないんだね。うん、あんたってやつは偉いよ。うん、ありがとう。なんでそんなできた男なんだよ。連絡先交換しないで帰ってくるなんてなかなかいないよ。普通に言って。普通に褒めて。あの最近とかさ、なんかキャバクラって言われるとさ、なんか言われるかなと思うよ。では付き合いたての頃一人だけ連絡先交換したの知ってるぞ。バクロは一切ない。バクロ一切ない。お絶対。俺の友達もそのキャバクラにハマってる子がいて、つなごうとしたのよ。友達とキャバ嬢を付き合わせるために俺とその子は協力してたっていう。これガチね。じゃあお疲れ。ちょっと待って待って待って、逃げた。あ逃げたよ。おあ、あ、食い逃げ、食い逃げ、食い逃げ。どっち。何がしたいの今日。だから今日はこんな感じで食レポしていきたかった。トイズチャンネルらしく。らしくねえよ。サブやんな。サブじゃないよ。サブだよ。ああ、わかりましたよ。足りないんですね。足りました。あ、足りました。ごちそうさまでした。うんうんうん、なんだよこれ。だってサブとか言うからやん。ゴミで俺刺すな。いやもう十分お腹いっぱい。ごちそうさまでした。全然最高。じゃあメインであげるって言ってください。いや、あげません。あ、じゃあもう、あと何何何何あれですよ。いいよ。な、やめろよお前。本当に何お前殴るやつやん。
殴る前に言うやつお前本当にっつった今この間リスナーさんにもらったぬいぐるみをこうやって抱きながら寝落ちしてたぞこいつ。かわいいな。ありがとう。バブちゃんだな。うん、それでいいやん。サブでしょ。いや、褒めてこよう。あ、サブですって。いや、これサブか。はい。行ってからお前行けよ。エグザイル。エグザイル。君はそういう生き方をしている。どんな生き方だ。歩くだけで伝説な、はいはい、確かこれからもその生き様でいてくれよ。私その後ろこうやって袋拾いながらこうやって。あ、そういうこと。あ、エグザイル。いいよ。はい、あれやこれやって帰ってき。トイズチャンネル。はい、というわけで今回25スイーツさんにお邪魔しました。ここで買えば送料もかかんないから通販よりも得だし、1個から買えるのがすっごい嬉しい。定期的にこの商品も入れ替わるみたいだし、見つけたらつい気になって立ち寄っちゃいそう。立ち寄ってるやん。そしてなんと100万円分のクリスマスプレゼントキャンペーンが実施中みたいです。よりどりスイーツ詰め合わせセット1万円分とアマーギフト2400円分がもらえるチャンス。これが締め切りが12月21日までとなってるみたいなので、そのために呼んだんかお前。そういうことか。皆さん急いで公式 LINE を追加して応募してみてください。そういうことね。うん、うん、なるほどね。言いたいこと終わり。まだある。もっと詳しく見たいよって人は商品を解説した YouTube チャンネル24チャンネルと公式インスタアカウントがあるみたいなので、概要欄のリンクからチェックしてね。はい、チェックしてね。うん、分かった。うん、みんな急いで公式 LINE 追加だ。で、暴露する必要あった。あったし。あったの。うん、帰っていい。何で来た電車。帰る電車で。僕は車ますよね。うん、だから後ろにしてよ。ここでチャンネル。じゃあですね、電車で来たんすもん。別に電車そこに止めてないんよ。違う、降りただけだから。違うっすか。分かる、うん、電車の人は一緒に帰れんの。うちはでも車だから。分かる分かる分かる。だから乗せてや。ちょっと厳しいよ。なんで。電車は乗せれないよ。はいはい、じゃ帰るよ俺。うん、じゃあね、気付けてや。コンビニ帰るよ。はい、いいの。うん。